けちゃんが急遽来てくれたので、でおつまみ作りました。ちょっと食べたけど、ローストビーフ、舞茸のグレービーソースとわさびマヨネーズソース、生ハムときゅうりのユッケ、大葉とチーズを餃子の皮で包んで揚げ焼きしたやつ。チャラチャラチャ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 ーン、チャラチャラちゃん、コピチャンネル、はい。皆さんこんにちは。こんにちは。さっき急遽池ちゃんが来てくれました。料理をちょっと振る舞わせていただきました。やった。来てもらったから。その動画池ちゃんのチャンネルに載ってます。はい、で続きっていうことでね、もう一缶飲んでおります。私は。ペース早くない？ペースで早いって言われる。全然飲んでもらって食べてもらって。すごいもてなされてる。いや本当にもう好きなだけ食べてってもう。こんな出てくると思わなかった。本当に自炊あんまりしないから自分のためには。うん、逆に嬉しい、自炊をさせてくれてありがとう。うまっ。食べれる。うん。揚げ物は裏切らない。あ、よかった。うん。コラボって恋愛のトークになりがちよ。わかるわかる。そもそも好きなタイプとか動画で言うことある？え、あるある。あ、本当？好きなタイプ超言ってる。あ、超言ってんだ。超言ってる。どういうタイプなの？デブが好きっていう。おお。私のリスナーさん結構みんな知ってると思うんだけど、本当にデブが好き。っていうのはじゃあ、うん、こう体の大きい人っていうか、ぷにっとした人が好き。二の腕とかお腹がメニュメニュしてる人。触りたくなるみたいな。そう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 。なんかデブって良くない？痩せてる人が好きなわけじゃない。え、そういうわけでもないかも。うん、でも私も割とガリガリよりはふっくらした人の方が好き。安心感あるよね。わ、うん、かるー。なんか包まれてる感めっちゃあるよね。わかる。え、あ。え、箸の長さなんか違う。待って、違う箸用意しちゃったかも。いや、マジでその T シャツ面白いね。可愛いでしょ、これ。こういう変な T シャツ集めたいんだよね。もともとのコピさんのイメージってさ、コマソロのさ、うん、綺麗なイメージなのにさ、個人チャンネル見てたら、すっかり面白い系だよね。真面目みたいな。いや、嬉しい。変人キャラってよく言われるんだけど、うん、これが本当なんだよね、私のね。私、大学入りたての時とかに、その、うん、歌の方を見てたから、個人チャンネル前に。うん、だから、あれコピさんってちょっと思った。誰みたいな。野菜丸かじり配信歌の時はね、なんかね、真面目モード、なんかスイッチがこう入るんだよね、自分の中で。だから結構済ましてるかもしれない。うん、はい、じゃあそろそろ恋愛トークお願いします。うん、池ちゃん的に、うん、まあクリエイターさんでもいいし、歌い手さんとか誰でもいいんだけど、活動してる方の中で、なんかタイプとかいたりする？それさ、めっちゃ言葉選ぶよね。でもね、自分のチャンネルで半年くらい前に好きな人とか言ったことあるんですよ。その時に言ったのは、キングコングの西野昭弘さん。あ、西野さん。で、わかる？わかるわかるわかる。個人的にすごい見た目雰囲気が好きってことは言った。はいはいはい。体型で言えばもうちょっと太ってる方がいいし、声で言えば声別だから GACKT さんがいいんだけど。あー、そうなんだ。でも、半年前だからさ、ここ最近のさ、西野さんってさ、クラファンやばくない？ありがとうって直接目を見て言ってもらえる権利とかさ、何千円で販売してたじゃん。俺を休ませる。そう、俺を休ませる権利とか。めっちゃ面白いよね。まあ、西野さんね、かっこいいしさ、うん、なんか顔の雰囲気いいよね。うん、めっちゃかっこいい。なんかこう、ワインが似合うみたいな。うんうんうん。だからさ、女性の人もさ、西野さんだったら騙されてもいいみたいな感じになっちゃいそう。あと、女の子大好きみたいな、ちょっと公言しちゃってるから。あー、確かにね、言ってるよね、うん、そういえば。なんか、そういう人あんま好きじゃないの。あー、ピュアな人の方が好きってこと。硬い人がいい。おー、真面目な感じの。うん。まあ、真面目な人に越したことはないけどね。うん、慣れてないのが可愛いっていうのがあるかもしれない。うん。でも逆にさ、え、女の子と手繋いだら僕に妊娠しちゃうかもみたいな。可愛い。可愛い。え、逆に嫌じゃない？うん。なんか、うじうじしてても、多分私イライラしちゃうかもしれない。もっと自信持っていいんだよってなっちゃうかも。うん、ちゃんと自信持って、連絡来いよって感じ。うん、出会える。好みのデブを見つけます。恋愛の話なんて久しぶりにした。逆にどういう人がタイプなの？私は、例えば、プロタンさんとか。ああ、わかる。わかるわかる。え、体ムキムキだけどいいの？あ、うん。あ、もう全然。それはいいんだ。もうそこはね、うん、私あんまりそのこだわりはなくて、うん、マッチョだからいいっていうわけでもないし、うん、どっちでもいいって感じかもしれない。でもなんかね、プロタンさんの天然な感じで、めっちゃ大食いしてるみたいな。なんかああいう素をさらけ出してるっていうのがね、めっちゃ玄関で食べてるしね。そうそうそう。クリエイターとして面白いなって思うっていうか、尊敬って。あとは？あとは、うん、シュールな笑いのツボを持ってる人が結構好きで、まあ、例えば、はじめまして松尾さんのアニメとかって、シュール。すごいシュールで、どっからこのボケを思い浮かぶみたいな、なんかちょっとこうネジが外れたような。アルファさんとかもそうだよね。うんうんうん。そう、さっき一緒に動画見てて。うん、一緒にいて楽しそう。そうそうそう。うん、例えばさ、なんか、この氷結ってさ、なんで 5% なのかわかる？みたいなさ。
くだらない話をずっとしたい。なんでパンダって黒と白なんだろう。あ、そうそうそう、そういうの、そういうの。目の周りだけ黒いのっておかしくないとか。あ、そうそうそう、なんかあれは多分寝不足で、なんかクマがこう広がってできた。パンダクマだもんね。で、なんかそう、このなんかお笑いで言うとジャルジャルさんみたいな。お笑いがめっちゃ好きなの。ジャルジャルさん、あー、わかるわかる。ジャルジャルさん3人の、あ、2人、あ、2人だ。癒し系が好きってこと？めっちゃ好き。ああ、なるほど。もうとにかく癒し系で穏やかな人が好き。若い時ってさ、俺様タイプとかさ、かっこいいと思うけどさ、今もう無理じゃない？わかる。今はもうさ、ママみたいな男が良くない？そうそうそう、そうなんだよね。温かみを欲してる。もう子犬みたいなのがいいよね。うんうん。あの少女漫画とかにさ、ちょっと憧れてさ、なんかちょっとツンとしてる人がさ、いいなって思ってた時期もそれあったんだけど、ちょっと変わったな。好きだから雑に扱うとかもうなしでね。なしなしなし、なしでね。好きだから大事にしろよって思っちゃう、うん、そのツンデレになる意味が私はあんまり分かんなくて。ずっとデレデレがいいよね。そう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 、デレ100でいいよね。そう、彼氏兼カウンセラーみたいな。そう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 、それめっちゃいい。悩み事とかしてもさ、なんか別にさ、アドバイス求めてるわけじゃない時もあるじゃん。聞いてほしいだけって。だから別にお前そういうことし、それした方がいいよ、それやんない方がいいよっていうよりはさ、なんか、うん、そうなんだねって聞いてくれた方がさ、うん、癒しになるっていうかさ、うん、ケアになるんだよね、うんうんうん、って私は思うから。これ全然共感できない人はいるかもしれないけどね、もしかしたら。じゃ、こんな感じでお互いの好みも分かったことです。そうだね、そうだね、ということで、概要欄にイケちゃんのチャンネル載せておきますので、皆さんチェックしてね。じゃあねー。あ、飲む？